はい、こんにちは、大島です。で、今回はマインド編ということで、価値を提供しているということを知る、これをですね、話していきたいと思います。はい、すみません、ちょっと漢字がですねあれなんですけども、価値を提供しているということを知る、まあですね、よくネットビジネスとかでも本当に多いんですけども、まあ、ネットビジネスから入る方、もともと営業やられてる方とか、もともとですねその個人でなんかビジネスを起こしたりとかしてる人は、まあ知ってるとは思うんですけども、なんかですね、こう多くの人は、いや売ればいいんでしょみたいな、いや儲けるんだからなんか騙すとかね、なんかこうとりあえず数売るとかね、とりあえずなんか言う大きいこと言って売ればいいんだろうみたいな、売ればいいんでしょみたいな、まあ、そういうような考え方になってしまっている人が非常に多いですね。まあ、今回学ぶ物販だったとしても、とりあえずもうひたすら出しまくるみたいな、確かに出しまくるんですけども、その本質的な部分ですね、その気持ちの問題、気持ちをどういうふうに持ってビジネスを進めたらいいのか、っていうのを忘れてはいけないんですね。で、それをやってしまうと、それを忘れてしまうと、商品が売れなかったり、商品がからクレームが来たり、あとはそもそも全然売れなかったり、するわけですね。それは、なんでかっていうと、インターネットビジネス、まあ、これからですね、まあ、この物販を開始して、まあ、それ以外にもですね、これからどん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 お金を稼いでいくと思うんですけど、皆さん稼がれるとは思うんですけども、一番注意してほしいのがここなんですよ。価値を提供しているということを知る、自分がですね、ビジネスっていうのは価値とお金の交換ですから、例えば、ラーメン屋さんだったとしたら、まあ、僕前ラーメン屋さんだったんですけども、一杯のラーメンを提供して、それに対して、800円とか1000円とかをいただけると、800円とか1000円の価値があると思ってくれるから、また来ていただけるわけですね。で、また来ていただけて、リピーターがの方がどんどん増えれば、その分、売上がどん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 上がっていって、売上が上がっていくっていうことイコール、それを作っている人、それを作り始めた、それを創業した人にお金が入ってくるというような仕組みで、ネットビジネスとか物販とかも同じなんですね。そこをすごく忘れてはいけないという部分で、今回は話していきたいと思います。で、ビジネス、価値なんですね。今回で言うと物です。私が提供しているのは物ではない、ただそれだけですね。私が今こういうふうに提供しているのは、デジタルコンテンツです。動画ですね。まあ、ここに最終的にはこの動画を見ていただいている方も進んでいってほしいんですけども、もの、今回はですよ、今回の物販は、今回のビジネスは、物販ビジネスは、今回の物販ビジネスは価値がものです。商品、アパレルとかですね、
それを、まあ、お客様に提供する。これなんですね。例えばもう本当にこうスマホだけでもできますし、パソコンだけでできます。なので本当にそのさっきの例で言うとラーメン屋さんみたいにお客さんが見えないわけですね。顔も見えないし表情も見えない、ありがとうございましたも言えないし、ありがとうございましたも言われることはないです。そうすると季節ね、機械的になってしまうんですね。ここが機械的になってしまうんです。そうすると、なぜ売れなくなるのかっていうと、でもお客さんはネット上ですが、お客様はリアルなんですね。お客さんは本当にいるんです、実在するんです。ネット上のネットを介してその一番もうその届く時にはお客様は人なんです。最後は、最後は人です。お金を持っているのは人です。商品を作っているのも人、全部人なんですね。人から人に何かが渡って、それは価値を感じていただければ物がもらえる、あ、お金がもらえるというようなことなので、ここをすごくね忘れてはいけないんですね。こう価値、お客様、物、これを交換しているわけですね、なのでこのマインドを必ず忘れないように取り組んでください。例としましては、僕のね、あの知り合いの方、まあ、同じようなビジネスをしているんですけども、この例で言うと、この例で言うと500品ですね、出品したわけです。500品出品しました、彼は。でもね、1個も売れなかったんですよ。売れなかった。これはですね、僕も初めてでしたね、こんなに出して売れないっていう人を見たのは。じゃあどうしてだと僕は聞いたわけですね。で、いやいやそんな悪いことはしてないよと、言ってました。で、僕は見てあげたんですね。じゃあどういう出品の仕方をしてるんですかってこう見たわけですよ。そしたらね、もう非常に雑なんですね。説明の書き方とか、写真の載せ方、あとはタイトルの付け方、あとはそのメッセージの対応の仕方とかですね、すごく雑なんですよ。なんかこうね、僕がお客さんとは買わないなっていう、まあ、確かにコピペなんですけど、コピペだったとしてもですよ、かなり雑なコピペ、僕が提供した文章をちゃんと入れないで自分なりのね文章を書いてしまって、その雑な、ね、文章をコピペしちゃってるわけです。なので売れない、まあテンプレートもあって、ね、それをコピペするだけなんですけども、結局その根底のねビジネスマインドとして、価値を提供するの、お客様に提供するんだと。で、その代わりか、あのね、対価としてお金をいただくんだというこのマインドがないと、やっぱりこうなってしまうんですよ。ゴールですね。一個も売れない。失敗ですよね。失敗。これの原因は、お客様に価値を提供しているという心がなかったわけです。心がない、ビジネスマインドがなってないってことですね。気持ちが入ってないんですよ。確かに機械的ではありますけども、一番根底にはこれを持っていなければいけないんです。心、ビジネスの心、お客様に提供していると、価値を提供しているという気持ちですね。なので皆さんもですね、そのなんか物を売るとか、ネットビジネスするとかね、マーケティングとかね、スマホでなんか完結とかね、あると思うんですけども、これだけは絶対に忘れないでください。
はい、価値を受け取るのは人です。今回は物販です。今回は物です。価値、物ですね。物に対してお金をいただいているわけです。はい、で、物を僕らは売って、それを対価としてお金をもらっている。で、それはその先にいるのは必ず人なんですね。必ず人。これを確実に忘れないようにしてください。これを忘れてしまうと、これを忘れるだけで売れなくなります。本当に全て、全てはお客様のために提供している。そんなの綺麗事じゃねえかと言う方もいらっしゃいますが、これは本当にないといけないことです。分かってしまいます。お客様はネット上でも、文章だったとしても、こういう風に動画だったとしてもね、お客様、受け取る側、売られる方、売られる方は感じ取ります。文章からも、対応から、メッセージのスピード、対応の仕方で、全てに、にじみ出てしまうわけですね。こういうところで買う気満々だったとして、この商品、まあ、在庫ありますかとか、買いたいんですけど、だから相談とかね、それに対する返信一つで買うか買わないかも決まってしまうんですよ。だから、まあ、根底ですよ。こんなめちゃくちゃお人よしになれと言っているわけではなくて、根底には必ずこの考え方を置いてください。一番下に、一番奥底にね。価値とは今回は物であり、その物を渡すことによって、お客様に提供することによってお金をいただいている。全て同じです。今回は物っていうだけで、これが僕であればこういったデジタルコンテンツだったり、まあ動画だったりですね、文章だったりするわけなんですけども、全てはお客様に提供しているんです、価値を。なので雑に扱わない。売ればいいんでしょ、大量に出せばいいんだろう、そういう概念は捨ててください。一切、私たちは起業家なわけですね。今回は副業チャレンジ、まあ副業でね、稼ぐみたいな感じで入られてるとは思うんですけども、必ずこれは忘れずに、やっていただきたいなと思います。はい、それでは今回の動画は以上になります。ありがとうございました。